修行立志編は、福沢諭吉の著書の一つ。時事新報に掲載された、福沢の演説や論説、エッセイからなる。全42編。福沢全集未収録の単行本である。1898年5月から、慶応義塾は、慶応幼稚舎、普通部、大学部の一貫教育を始めた。その時に、 在学生向けの教科書として編纂された本である。編纂者は、カンマナブオー。同年4月16日に、時事新報社から発行された。1936年3月20日に開版が出版された。表紙に、福沢先生著修行立志編前、時事新報社、起こりこうと記されている。内容は、時事新報に掲載された。 福沢の17編の演説と24編の論説、及び1編のエッセイとからなる。全42編の中で、以下の9編が、福沢諭吉全集未収録である。独立の精神一心独立して、主義議論の独立を見るべし7月28日掲載、人生の快楽いずれの名にありや、活発なる楽を楽しむべし7月31日掲載、礼儀作法は、コツニス からず、ただたか論ん2月4日、掲載、ボーストン防災執筆衛星の進歩史に応援国の学ぶ風残りの33編の中で、時事進歩社説の32編が、福沢諭吉全集第8巻から第16巻に分けて収録され、エッセイの1編が、福沢諭吉全集第6巻、福王百話304ページに収録されている。 以下に収録された内容の一覧を掲げる。番号は、論説の投資番号。タイトルは、論説の題名と、現代。種類は、内容の種別。掲載年月日は、最初に掲載された日付。修行立志編ページは、論説の最初のページ。対象版書集は、対象版。福沢全集に書集された論説の関数と最初の、ページ数。昭和版書集は、 昭和版、続福沢全集に所集された論説の関数と、最初のページ数。現行版所集は、現行版、福沢諭吉全集に所集された論説の関数と、最初のページ数を示す。データは、慶応義塾、慶応義塾、平山、平山、平山及び近代デジタルライブラリー収録の、修行立志編目次情報を使用して作成した。ありがとうございます。